昭和女学園アリアス見てる。現在コバルト文庫から刊行されているマリア様が見てる、スフヌのちぎりを結ぶことによってできる乙女たちの絆を描く、テレビアニメにもなったり漫画化もされている大人気作品です。皆さんごきげんよう。今宵も告白のお時間が、懺悔のお時間がやってまいりました。一つでも多くの魂が救われますように、アーメン。ではシスタータツ、今日のマエル子羊からのお便りを読んじゃってください。はい、神父様、今日も迷えるスールがいらしております。まずはこちらですね、千葉県にお住まいの、相沢、やめません、中学2年生の方からいただきました。神父様、シスター、ごきげんよう。ごきげんよう。私には来月6歳になる弟がいます。わがままで自己中心的な性格なため頭を悩ませているのですが、私が一番困り果てているのはエッチなところなんです。姉の友人の足や胸を触ったりして、このままでは将来が心配です。神父様、シスター、どうかお導きくださいとのことでございます。うん、なるほどね。とても羨ましい。まあ、シスタータツもね、名前読めるようにしとこうね。読め。難しいね。本当に。サクって字かな。サク。だから皆さんね、シスタータツのために、振り仮名を振っといてくださいね。はい、漢字で名前を書くときはね。本当にお願いします。はい、そして6歳のエロティックな、エロティック。リロブラザーの話ね。なるほどね、はい。これでも大体こういうのって、漫画とかだとよくあるんですけど、そうですよね。6歳と思っていて、実は中身がおっさんの生まれ変わりで記憶が残ってるみたいなね。よくあるよね、そういうの、ね。ああ、ありますね。ありますね。そういうんじゃないの。こうなんか、おやじとかって言ったら、おっこう、意外と振り向いてくれる。反応しちゃったりとか、弟、ちょっとそれはそれで、明日から付き合いづらくなるよね、弟とね。ちょっと考えたくないですね、これあんまり、ね。まあ、おませさん何、ね、今意味分かってやってたら、いい。相当ですね。でも思いませんか、はい、そういう子供の頃のね、はい、こういう女湯とかに入れた時代に、はい、記憶あったらよかったなって、はい、思いませんか、そういう。ああ、ねえ。もったいねえなって。やっぱそう、本当にあったら、もうむしろ今この頭の中身の中で、その6歳になりたいぐらいの。うん、5歳、6歳ね。はい。それで入ったら。でもお前の頭の中身やったら、もうものすごいエレクトしてる6歳とか、ちょっとそれは惹かれるよ。それはダメだよ。それはそれでダメか。うん、まあ、これはしょうがないね。はい。まあ、ちょっと目覚めが早いのかもしれないし、意味が分かってないのかもしれない、ね。まあそうですね。まあ、とりあえず、まあ、祈っときましょうかね。いつものようにね。お約束ですから。はい。では、祈りなさい。さすれば、御霊も救われましょう。アーメン。はい、それでは、続いての迷える子羊からのお便りを紹介してください。はい。続いてはこちら、埼玉県にお住まいのラジオネーム、シスコンのメガネっ子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。神父様、シスター、ごきげんよう。ごきげんよう。私には、2歳半年下の妹がいます。姉妹揃ってオドケンのファンです。先日妹に48ってどういう意味と聞かれました。私にはすぐにピンときた単語なのですが、その意味をそのまま妹に伝えて良いものかどうか悩みました。スタンドアップの方は理解していたようなのですが、神父様、シスター、迷える私をどうかお導きくださいとのことでございます。なるほどね。あ、はい、乙女番長さんの曲のタイトルの意味ってこと ね。はい。どういう意味なんですか、シスタータッツ、これは。48、48、うん。ですね、大人の人たちが、うん、ベッドの上でキットハッタをするときの、はい、いろいろな手です。はぁ、あ、ポカーン。だってですね、なんか。28手っていうのはね、はい、お相撲の決まり手ですよ。あら、いろいろと。あら？買わず掛けとか。なんだこれ。送り出しとか。なんだこれ。そういうんですよ。あれ、そんな、何言ってるんですか？嘘。祈りなさい、シスタータツ。はい。僕はやましい心がたくさんありました。まあ、そんな感じなんでね。はい。まあ別に無理無理押している必要はないとは思うんですけども。はい。まあ、まあ別にね、差し障りあるなと思ったら、はい、相撲だ相撲。言ってたらいいし。そうですね。まあいいなと思ったら、まあ、ちゃんと教えて、大人の階段登らせてやれ。はい、そんな感じでね。では、祈りなさい。はい。さすれば、御霊も救われましょう。アーメン。あなたの心にしまってある懺悔、まだまだお待ちしておりますわ。
全部言ってしまえばきっときっと楽になりましたよ。最近皆様からのお便りがですね、深刻なものが多すぎます、はい、あまりハードなお悩みには私たち答えられませんから ね、 そ、 うですね。そんなにはい、無資格でやってますねよろしくお願いしますね。はい、マリア様はいつでもあなたたち見ていますよ。アーメン。